店内に入ってまいりました。少しね、あの静かな店内なので、あの大きな声出さずに、ね、やっていきます。こんな感じでね、ラケットがたくさんあります。はい、でそんなに広くないんですよ。こっちはあのボールが置いてあります。はい、奥に行くとテニスウェアとテニスシューズ、はい、です。で、こちらでね、あのレジのところでバッテリーをしてくれています。あのイヤホンつけた方、あの方がね、すごい多分あの方なんだろうと思います。で、ここにね、あのあすごいですね、ビレルモビラスさん、マルチナヒンギスさんですね。はい、一番上からビレルモビラス、マルチナヒンギスさん、モーレスモさんです。直前まで、ね、あのマレーのコーチをしてました、ね、モーレスモさん。そしてこの方がちょっと下には、まあ、ペトロさんです。こちらですね、ペトロさんです。こんな感じでね、あのそうそうたるあのトッププロたちがここで、ね、あのストロングの晴れ舞台に、来たんだと思います。はい、ちょっと邪魔になるかもしれないんで、ちょっと店を後にしちゃってます。